70年代から聴く者の心を引きつけてやまない歌姫、中島みゆきさん。彼女の歌を知らない日本人はいない。それだけの存在にもかかわらず、謎の多い彼女の生い立ちや結婚、現在の姿、そして気になる噂について調べてみることに。出生名、中島みゆきさん。1952年生まれの現在69歳。北海道は札幌のご出身。最終学歴は富士女子大学文学部国文学科卒業。ご両親と弟の4人家族でした。父親は北大医学部出身の超エリートで、後に帯広市内に中島産婦人科医院を開業。また母ののりこさんは山形の名家出身で、元ミス山形で近所でも評判の美人だったそうです。弟さんは父の意思を継いで、現在外科医として都内で勤務しています。それだけではなく、中島家はとんでもない家系だったのです。帯広市議会議長を務めた祖父や、祖父の叔父は家族で大蔵次官を務めた郷純蔵さん、その四男は後に三菱財閥の創始者の岩崎弥太郎の養子となっています。さらに遡ると皇室までつながっているのだとか。半端ない華麗なる一族だったのです。道内でも有数の進学校の北海道帯広白洋高等学校に入学した中島さん、この高校時代にあることがきっかけで人前で歌うようになったのだとか。そのきっかけとは、中島さんは内気だった自分を変えようと決心して学園祭のステージでオリジナル曲を歌ったのだとか。このことがシンガーソングライターとしての原点となったようです。大学はお嬢様御用達な富士女子大学文学部に入学します。大学時代は放送研究会に所属して、ローカルラジオ局でアルバイトをして、北海道大学のフォークソング研究会で活動しながら、数々のコンテストを総なめにして、コンテスト嵐と呼ばれるほどだったそうです。なぜそんなに出場していたのかというと、実はある事情があったのです。大学卒業後は実家の病院で母と共に働きながら、アマチュアとして音楽活動を続けていた中島みゆきさん。父親は経済的に苦しい患者からはお金を取らない赤ひげのような開業医でした。ですからいつも家計は苦しかったそうです。その上、弟さんが医師を目指していたため、その学費が必要だったこともあって、とにかく実家の病院を手伝いながらコンテストに出場して、その賞金を生活費に充てていたのだそうです。1975年5月のヤマハの通称ポップコンでオリジナル曲「傷ついた翼」で入賞。それがきっかけで「あざみ嬢のララバイ」で歌手デビューしたのです。それから1ヶ月後、第10回のポップコンで名曲「時代」で見事グランプリを獲得しています。そんな「時代」という曲には2つのエピソードがあったのです。1つ目はデモテープで「時代」を聞いたポップコンの創始者の川上源一さんから、あなたはすごい詩を書く、将来詩で勝負するようなアーティストに育ってほしい、ラブソングが主流の時代に本物を感じさせたからに違いありません。中島さんはアルバムクレジットに川上さんのことを、たっと川上源一とずっといら続けているのも恩人への感謝の気持ちの表れなのかもしれません。2つ目は1975年時代で第6回世界歌謡祭のグランプリを取った時、父はすでに脳内出血で意識がなかったのだとか。そしてなんと51歳という若さで他界。実はこの時代の歌詞こそ父への思いを込めて書いたものだったのです。そんな父のある言葉が耳に残ってると言います。一旦口にしたら元には戻らない、言葉で人を切ったらつける薬はない、父の戒めがあったからこそ彼女の歌詞には傷ついた人を元気にする力があるのかもしれませんね。中島みゆきさん。
デビュー以降、数々の楽曲提供をしています。研ナオコさんのラララとアバよ、中でも、カモメはカモメは、まさに、研さんを苦境から救う一曲ともなっています。他にも、柏原芳恵さんの春なのにや、工藤静香さんの無音、色っぽいなど、数々のヒット曲を出しています。そんな中島さんには長年、月と太陽、光と影と常に比較されるライバルがいました。その人とは、ユーミンこと松任谷由実さん。お互いがリスペクトする仲だとか。また、ラジオパーソナリティとして、1979年から9年間続けた中島みゆきのオールナイトニッポンは、今でも伝説の番組と言われています。まさに時代を超える名曲を作り続けてる中島さん。4つの年代でオリコンシングルチャート、1位を獲得する偉業を達成しています。2002年、NHK の人気番組のプロジェクト X の主題歌「地上の星」で NHK 紅白歌合戦に初出場していますが、普段テレビに出ない中島さんが見れるということで、当時、歌手別視聴率が驚異の 52.8% もあったそうです。楽曲だけでなく、89年から不定期で開催している夜会と呼ばれるステージのチケットは、入手困難なほどの人気だと言います。中島みゆきさん、歌だけでなく、その美貌ですから、結婚されていても不思議ないのですが、なぜか現在も独身だそうです。一体、どうしてでしょうか。さらに調べてみると、一つ目の理由として、あくまでも噂ですが、学生時代に恋人を学生闘争で失ってしまい、そのトラウマで結婚しないのではないか、とも言われています。二つ目は、中島さんは父親を亡くして以降、ずっと中島さんを支え続けてきた母親のために、都内の高級住宅街に一戸建てを建て、北海道から呼び寄せて同居していましたが、2010年、自宅での転倒が原因で車椅子生活となり、中島さん自身が介護をしてきたのですが、残念ながら、2014年、母親は旅立ってしまいます。長年、支え合ってきた存在だっただけに、頭から母親のことが離れないのでしょう。三つ目は、23歳でデビューして以降、シンガーソングライターとして走り続けた中島さん。国民的歌手としての活動と恋愛の両立は難しく、現在も独身なのではと言われています。それでも、過去には何回か熱愛が噂されています。シンガーソングライターの松山千春さんです。1978年のスクープですが、これに対し中島さんは、誰かが勝手に書いたことで、これからも松山さんとは、堂々と友達として付き合っていくつもりです。とコメントし、松山千春さんも、中島みゆきさんと、もし、一緒になっていたら、非毛になっていた。これからも先輩シンガーとして、リスペクトしていきます。とコメントしていますので、二人の噂はデマだったようですね。現在も、二人は仲がいいそうです。他にも噂はありますが、ただ、中島さんが以前テレビ番組で、結婚のチャンスを逃したと語っていましたから、結婚したい人がいたことは確かなようですね。そして、最後にあの気になる噂についてですが、その噂とは、中島みゆき引退説。どういうことかというと、中島さんのラストツアー結果往来が、新型コロナウイルスの影響で中断してしまったのが2020年のこと。そのラストという言葉にファンが反応。心配の声が殺到したそうです。それに対して中島さんは全国を回るツアーはラストだけど引退なんかしない。と言っていたんだとか。ファンもほっとしたのではないでしょうか。現在の中島みゆきさんはというと、亡き母のために建てた鉄筋2階建ての一戸建てで、医師である弟一家と一緒に暮らしているそうです。現在もアルバムや新曲をリリースし、CM や番組で多くの楽曲が使われている。中島みゆきさん。
あなたはどう思いましたか？私は、これからも聴く者の心に響く、力強く素晴らしい曲を作り続けてほしい。そんな風に思いました。最後までのご視聴誠にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。